カール・ミヒャイル・ツイラーは、オーストリアの作曲家、指揮者。ウィンナ・オペレッタの黄金時代、金の時代を築いた、作曲家の一人で、その後の銀の時代でも活躍した。ウィンナ・ワルツの代表的な作曲家の一人でもあり、ウィーン・フィル・ニューヤー・コンサートにも、しばしば彼の作品が登場している。代表作に、ワルツ、ウィーン・市民など、バイオリンの弓で指揮するツイラーの姿を描いた。 エプラーター公演のツイーラーズをカール・エマヌエル・ハーゼルに支持し、1863年に作曲家、指揮者としてデビューした。当時のウィーンでは、ワルツ王、ヨハン・シュトラウス2世との関係が悪化していた、出版業者、カール・ハスリンガーが、シュトラウス一家とは、契約を結ばないよう同業者に説いて回っていた。そんなハスリンガーに後押しされ、若きツイーラーはワルツ王のライバルに仕立て上げられた。 とはいえ、当時ワルツ王の最大のライバルと目されていたのはその弟、ヨーゼフ・シュトラウスであり、まだツイーラーの出る幕はなかった。ワルツ王の夫人、ヘンリエッテ・チャルベツキーは、ツイーラーを軽視し、1868年10月には、次のように書いている。しかし、1870年に、ヨーゼフ・シュトラウスが急成した後、次第に頭角を表しつつあったツイーラーは、 やがて名実ともに、シュトラウス一族に対する最大の挑戦者となった。ウィーン娘や、ウィーン市民など、ツイーラーの作品のいくつかは、ワルツ王の作品に勝るほどの人気を得た。シュトラウス一族でないウィンナーワルツ作曲家としては、ヨーゼフランナーや、フランツレハールに並ぶ、知名度と人気を誇る。なお、ツイーラー自身は、内気な性格であり、 シュトラウス兄弟と対抗する気はなく、出版されたばかりの皇帝演舞曲のピアノ譜をもとに、還元楽曲に仕立て上げて披露したりと、むしろその作品に敬意を払っていたという。ルーマニア王国の宮廷学長を一時期務め、エドアルト・シュトラウス一世の後任として、オーストリア・ハンガリー帝国最後の宮廷舞踏会音楽監督を1908年から1918年まで務めた。 第一次世界大戦の戦火によって財産をほとんど失い、さらにオーストリア共和国樹立によって宮廷部東海での職も失い、1922年に失意のままに死去した。墓はウィーン中央墓地にある。かなりの多作家として知られ、作品番号は560を超えている。第一ワルツ作品65、バドナーパーク。 ポルカピアノフの表紙 A 作品378、メッテルニヒガボット楽譜の表紙 ABC 加藤 B212、ABC ケンプ B98。ありがとうございます。